タビューです。うん、世の中的にはさくらんぼのシーズンに入ったんですよ。食べれないわ俺さくらんぼ。食べれないんだっけ。なんかあのこれちょっと初出しじゃない情報。初出しとかでもない。岩井のさくらんぼ嫌い。いやだからそのね、え、なんかクリームソーダとかに入ってるじゃん。入ってる上に。あれとか全然食わないね。あたたたたたた。俺あっかいもんがダメなんだよね。トマトもダメだね。ダメだもんね。なんかあの他はなんかもうあっかいもんがダメだっていうようなこの体になってるっていうか、うん、その見るとそうダメだってこう拒否反応がある。他何？他あれとか、うん、あの福神漬けの赤いやつとかおーおーおーがダメだね。え？あと梅干しダメだしね。あ、梅干しダメだね。あとあのチョロギ、チョロギ、あのなんかお祝いの時に赤いこうね、赤くなってるだけでもううわーってなっちゃう。もうだって味なんて全部バラバラだもんね。そう、食感も赤いのダメなんだよね。いやこれはちょっと衝撃の事実でしたね。おかしいじゃん、なんかアメリカンチェリーとかの色って。アメリカンチェリーはもう、うん、濃すぎるもんね色。いやあれあんなさ毒の色してる。そうそう、うん、ドレスの色してるもんね。そうだよ、ね、ハリウッド女優のドレスの色してるから。だってさ、うん、あの色ってさ、もう自然界になくてさ、うん、ベルベットでしか見ない色してるよね。本当だよね。ベルベットなんかベロワでしか見ない。ベロワスイーツなんだよな、うん、そうだ、ベロワでしか見ない色。本当だわ、体内に出てないじゃん。確かに、うん、ベロワでできてんのかもな。そうだ、ベロワよ、アメリカンチェリーって、うん、食べれないわね、ちょっと。まあまあ、うん、私は大好きですけど。好きなの。アメリカンチェリーなんてめっさくらんぼより食べてたわ、小学生の時とか。え、なんでどうやって食べるの？サーベキは。家買ってくることある？買ってきてた、うちの母親は。何それ。もう食後に普通にアメリカンチェリー。アメリカじゃん、お前んち。何？うちはそんな家ないよ。さくらんぼよりアメリカンチェリーがめっちゃ出てきてた。うん、お前んちの食生活おかしいんだよ、お前。天ぷら、なんか、じゃがいもの天ぷら作ってみたりよ、なんかさ。醤油で食べたり、天ぷらを。年末湯豆腐食ったり。年末湯豆腐。やめろよ、そんな言い方する。やめろよ、お前、その。食後アメリカンチェリー。湯豆腐の、めちゃくちゃ。食後アメリカンチェリー。気持ち悪いな。気持ち悪いとか、毎日。言うなよ、人んちの食事。さあ、ですね。先週の放送を聞いたリスナーから質問が届いてるんですよね。はい。質問？そうですね、質問ですね。澤部さんへの質問ですね。うん、はい、うん、ラジオネーム、メスシリンダーの涙。先週の放送で、澤部家は食後にアメリカンチェリーが出てきて、アメリカみたいだという話があったんですけれども、はい、もしかして朝食にはピーナッツバターを塗ったパンとマッシュポテトが出ていましたか？知りたいです。アメリカですからね、澤部さん。欧米じゃないですか。本当に欧米かのやつじゃん。欧米じゃないです、別に。澤部さんじゃもう、はい、食後にアメリカンチェリー食べる家ですから、ね、欧米かすごいっすよね。いやいや、うん、アメリカンチェリー、アメリカの人食うのかな、やっぱ。アメリカンチェリー。アメリカンチェリー。食べてんじゃないですか。そういうことか。チェリーパイ食ってますからって。チェリーパイってもうあれアメリカンチェリーのやつか。アメリカンチェリーのやつ。アメリカンチェリーはそう、うん、食べる。アメリカンチェリー食べるだけ。他はしない。朝食にはピーナッツバター塗ったパンとマッシュポテト。うん、ピーナッツバターはでもね、うんうん、多かった。その、いちごジャムとか、バターとかより、ピーナッツバターの方が圧倒的に多かった、ね。そうだろ？ほら、でっかい瓶だろ、しかも。もうでっかいやつ。でっかい瓶だろ、あの。でっかいやつ。あいや、それは普通のサイズだったけど、ピーナッツバターといちごジャム混ぜてみたいな。うわ、すご。やば、お前、アメリカじゃん。ピーナッツバターとチョコと。すげーな。片方にピーナッツバター、うん、片方にチョコ、うん。それを合わせて、サンドイッチみたいにして。これはちょっとアメリカすぎるよ。食べたりしてたな、それはもう。すごいね。アメリカサンドって言うんですか、これ。アメリカサンドの可能性あるね。澤部家は。やってたんですね。うん、こんな感じで澤部家への質問もお待ちしてます。いいです、別に。送んなくていいです、別にね。クビレサイファーでオートナンバーです。さあ、先週ですね、食後にアメリカンチェリーを食べるというね、アメリカみたいな澤部家のね、実家がありましたけれども。食べますけどね、結構ね。質問がね、やっぱ来ててね、紹介したんですけど、はい、続々とまた質問が来てますよ。もういいですけどね。
アメリカンチリは食わないですよ、サルさん。食べる。売ってんだから、スーパーに。食べるって別に。アメリカ人しか買ってこないですから。そんなことない、そんなことないです。うん。ラジオネーム、花もん。アメリカンチェリーをよく食べていた澤部家では、やはり週末はバケツみたいな容器に入ったアイスやポップコーンを食べながら、家族でスターウォーズを見ていましたか？アメリカじゃん。アメリカじゃん。ね。あれを買ってきちゃうわけですから。うん。でっかいポップコーンとかを。でっかいポップコーンとか。売ってないでしょって日本のスーパーで。いやいやいや、これ売ってない。アメリカンチェリーも売ってないですから。うん、売ってるって。売ってないっす、売ってるって。取り寄せてんでしょ、どうせ。違う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 。アメリカからアメリカから。アメリカから何も取り寄せてないっす。もうやってんでしょ。あげようだから。澤部家は。アメリカじゃないから。アメリカンクラッカーやってただろ、お前。アメリカンクラッカーやってた。アメリカじゃん、お前。アメリカやってないだろ、アメリカンクラッカー。アメリカンクラッカーやってた。アメリカンクラッカーアメリカやってんのか。カチカチな。そう、やってた。家で。やってた。お前も本当アメリカ人だよ。アメリカ人アメリカンクラッカーやってるの？やってんだろ。アメリカンクラッカーなんだからさ。あんまイメージないけど。うん。ラジオネーム、白米がいいじゃん。澤部家では、話の始まりに必ず、いいニュースと悪いニュース、どっちから聞きたい？アメリカは。言いましたか？アメリカは。言ってましたよね。言ったことない。言ったことない。ね、言ったことない、うん。お父さんがね。お父さん喋んないんだから。お父さん暗くて喋んないんだから。言ってたよね。どっちが聞きたいなんて言わない、絶対。その感じじゃないけど。いいニュースと悪いニュース、どっちが聞きたい？どっちも悪いニュースの。その暗さだったら、どっちも悪いニュースみたいな。悪いニュースが悪すぎる感じが出ちゃってるけどね。アメリカほど、一番遠いわ。えテンション、うちの父親なんてアメリカと。アメリカですからね。違います、ちょっと。うん、もういい感じします。まあなんか質問があれば送ってください、澤部さん。欧米化なんですよ、もう。はい。完全に。澤部さんに質問あれば送ってください。普通のパーソナルな質問でもいいですよ。いや、それいらない。それはいらないでしょ。澤部さんへの質問コーナー設けます、ね。ちょっと違う違う。ちょっと、ハライチのターン、新レギュラーな、俺。澤部さんのことを皆さん、まだ知らないと思うんで。新レギュラーじゃないんで。澤部さんをね、紹介したいんで。もう結構やってます。質問ください、皆さん。いいです答えますんで、澤部さん。さあ、ここ最近です、ね。はい。リスナーから、澤部への質問がたくさん届いているんですけれども、ちょっと澤部のことをね、よく知らない人が多いみたいなんで、質問コーナーを設けさせていただきます。うん、7年以上やってるんですか、もう。おかしいじゃないですか。え新レギュラーだと思っちゃってるなんか俺だけ。いや、でもあんまりよく知らないんで、澤部さん、ね。知ろうみたいな。うん、いろいろ話して、ここで別に。いや、でもそのパーソナルな部分何もわかんないですから、澤部さんの、ね。本当ですか、うん、結構話してると思いますけど、ね。ただなんか相槌を打って突っ込む、なんか、うん、この本当 AI ですよね。AI AI じゃないってことを、澤部さん、うん。人間なんだよってことをさ。うんこの質問で分からしたら7年以上そう AI の仕事しかしてなかった、はい、そうそうそうです。なんか自分でこう考えた人間にしかできない、うん、AI サーベを作るだなんだ言ってましたけど、うんうん、もう AI サーベなんてサーベですからもういるのかいますいますあ存在してるのか、はい、そういうことですよねはい。来てます、ラジオネームロンより証拠の大ライス、サーベさん朝食はご飯派ですかそれともパン派ですかこういうことどうすか、澤部さん。本当にええー。初期のその。そうです、そうです。もう知らないですか、皆さん。はい。いや。ご飯派ですかパン派ですか、うん、めちゃくちゃご飯派。ご飯派。うん。パンはそんな食わないですかほぼ食べない。あ、食べないですかほぼ食べない。ええー。な、こだわりがいや、こだわりもくそもないけど、別にその、うん、ご飯が好きだから。え、そういうことで、パン出たらどうするんですか？あんまり食べない。食べない？うん。え、出てんのに？あげちゃう。あげちゃう。どうするんですか？朝飯。そしたら。おかずだけ食べるとか。うん、食べて、うん。うん。お腹空いちゃいます、ね。お昼いっぱい食べる。お昼いっぱい食べる。お昼いっぱい食べる。お昼パンだったらどうするんですか？あげちゃう。あげちゃう。うん。パンはあげちゃうんですって、澤部さんは。知らなかったっすね。それはそうだろうね、うん。俺もこれ初めて言ったもんあげちゃうわ。パンはあげちゃうんすね。パンはあげちゃう。うん。確かにパン食べてるのあんま見ないっすね。そうね。うん。うん。はぁ。こんなの続くの？え？こんなの続くの？いや、それ質問コーナーですから。ちょっともう一個行きますよ。いや、楽しくない俺が全然。ラジオネーム、金のマンタ。澤部さんの長所と短所を教えてください。それなんかわからないかな？え？それはずっと聞いてたら。いや、それわかんないですよ。長所と短所なんて。澤部さんのことについて考えてないんですから。この金のマンタは。届いてないかな俺の声のとこだけ。
いや、届いてますよ。え？でも、うん、澤部さんのことについて考えたことないです。え？俺のラジオだと思ってます。リスナーたちは、はい、いや、まあそういうなんかずっと言ってたけどね。俺はゲストだみたいな。そうそうそう。何でしたっけ？自分の思う長所と短所。へぇ、短所はもうでもやっぱちょっと短期なとこかな。短期？うん。結局短期なんですか？怒りやすいっていう。長所は、なんだろうね。うん、長所、うん。長所ですよ。なんだろうな、うん、ちょっとあんま分かんないね、自分で。いや、それはこっち知らないっすよ、だって。こっちは知らないんですから。ちょっと、澤部さんのこと。少々も。こっちは知らないんですから。そんな悲しいって。ええ。あんまり自分で言う。言ってくんないと分かんないっすよ、リスナーは。優しいとこかな。優しい。優しい。優しいっていうのはちょっとあれじゃないですか。え？ちょっともう具体性がないじゃないですか。うん。うん。その、どういうところですか？いや、長所ってなんだろう。何度も明るいとこじゃん。明るい。うん。あ、うん、なるほど。な、これやばいじゃん。どうすんの？やばいよ、どうしてんの？どうすんの？何これ？最後いきますよ、じゃあ、うん。ラジオネーム、君の名は希望、僕の名は匿名希望。澤部さんは、雨が降ったら傘を差しますか？ですって。だ、差すよ。刺すじゃん、ほぼ刺すでしょ、日本刺すのね。日本なんてほぼ刺すじゃない、うん、刺すでいいんですよ。で知ってどうぞ、そんなほぼ刺すやつで澤部が刺すってなって、澤部の人物像が、ああ輪郭が見えてきましたから、これで。いやいや、全くもう本当に霞みたいな、何にも見えない、何にも霞みたいなもんだったんです、今まで、うん、そんな何も知らなかった、知らなかった、今のところだってご飯で、うん、ご飯で明るくて、うん、ご飯で明るくて傘さすやつね。それ分かっただけで。ご飯で明るくて傘さすやつ。めちゃくちゃいいって。めちゃくちゃいるよ、ご飯で明るくて傘さすやつ。あともう特別な情報が一個もらいましたから。え？パンあげちゃうって。はい、これ素晴らしいですよ、澤部さん。パンあげちゃうは確かにちょっとすごい情報だったな。はい。うん、ということで、澤部さんのことを知ってもらいたいんで、引き続き質問あれば送ってください。いいですね。サーシードッグぽいでした。さあ、ここからですね、澤部さんへの質問コーナーでございます。いいでも質問コーナー。2週目でございます。いいよ、はい、いやいや、もう澤部さんね。まだちょっと知られてないですから。営業じゃん。学園祭みたいなコーナーできてるじゃん。質問コーナー。しょうがないですよ、澤部さんの。やっぱ実態がわかんないんで。あんまりこう、上半期一番テレビ出てるからね。あ、それが良くないですね。こっちラジオですから。一番出てないです、澤部さん。本当に。ラジオが。一番出てないって。一番出てない。一番出てないってどういう意味？澤部さんなんかラジオで一番出てない人ですから。違う違う、その出てない人いるじゃん。もうラジオとか、ラジオ出てんだから。タレントの中で澤部さん一番ラジオ出てない。じゃ、ラジオ全くやってない人もいるから。出てないです、澤部さん。出てんだから今。澤部さん、本当にテレビと全く一緒しないでください。本当？ええ。いや、で、ラジオももう、その、デブタンテから入れたら10年以上やってるらしいですよ、もう。そうですか？はい。いやー、でも、あんま知られてないんでね、やっぱりね。全新番組から入れたら。ラジオ聞いてる人はテレビ見ませんから、やっぱりね。テレビのこと憎んでますから、ね、ラジオ聞いてる人は。ずっとそうなん？そうそうっすね。敵として。敵としてますよね。あ、そうか。はい。ちょっと澤部さんのことをね、教えてあげようということで質問コーナー設けました。ラジオネーム、パン屋のくまむ。澤部さんはお風呂に入るとき体のどこから洗いますか？いや、もうそのアイドルに聞くやつ。体のどこから、どこから洗うんですか、澤部さん、うん、嘘やめてよ、嘘やめてください、嘘つくやめてください、何だろう、嘘つくやめてください、うん、でも逆にというか、その逆にというか、いや、その頭とかを抜いてってこと？え、いやいや、それ頭なんですか？大体みんな頭でしょ、だって。え、そんなことなくないですか？なんすか、その常識。え？え？どこ？一番。な、いや、俺の質問じゃないんですか、澤部さん。なんでちょっとかわそうとしてるんですか？え、ちょっと。普通どこ？うわ、澤部さん。ちょっと NG 質問これ、ちょっと。かわそうとしないでよ。アイドルだけど、別にかわさない。岩井さん？僕への質問じゃないんで。僕はこの質問 NG なんで。お前 NG なんかい、頭かな、そうなんですね。ラジオネーム。そうなんす、ね。ストレッチアブ。ドラえもんの秘密道具では何が一番欲しいですか？しょうもないな。本当に。本当に考えて。本当に本当に考えて。学祭の質問だよ。学祭の、箱から出てくる質問じゃない。だから、その、学祭、みたいなもんですから。
学祭の箱から出てくる。箱から、あらかじめ書いてた箱から出てくる質問、学祭の。それぐらい知らないですから。へぇ。うん。じゃあ、学祭は知らない奴のこと呼んじゃってんのかっていう話になりますけど、ね。話になっちゃうけど。うん。でも、どこでもドアかな。澤部さん、本当ですか？移動ですか？何？何？どこでもドア。何？私ですか？うん。空気砲ですか？攻撃的。怖っ、こいつは。攻撃。攻撃的なやつ。空気砲です。武器。あんまりいない、あんまりね、ドラえもんの、ドラえもんの秘密道具ですね。うん、武器選ぶやつ。空気砲か。空気砲。空気砲か。うん、ヒヤリマントです。避けれる。あ、避けれるやつ、はい、ああ、敵とか、その戦い、攻撃と防御と、はい、あんまりね、戦いに特化したやつ選ぶ、ね。はい。最後ですね。ラジオネーム、渡辺パチオ。澤部さんの背中には、骸骨の目から蛇が出ているタトゥーは入っていますか？は？いや、その、何その、なんか急に。いや、それは確認したいんですって。いや、ぐっと絞った。渡辺パチオは。それが知りたいですって。うん。いや、入ってるわけないじゃん。本当ですか？ちょっと、強めに言ってるとこ怪しいっすね。じゃ、入ってるわけないじゃん、だって。ちっちゃいサイズで入ってるからもしれない。見逃すサイズで。ちっちゃいサイズで。見逃すサイズで入ってる。見逃すサイズでドクロの、はい、メンタルのとこからシューっていうやつ、うん、とてつもない掘り師がいる。技術すごい。送るなよ、質問。じゃあもう本当に。二度と。何もわかんない人になっちゃいますよ、サブさん。教えてくださいよ。いいよ、何にももうわかんなくて。ミステリアス。こんな変な質問するな。ミステリアスな人だなぁ。ミステリアス。いや、わかりやすい人なんだけど、俺なんて。ミステリアスにしたい人なのかな。いや、そういうつもりじゃないけど、いいめんどくさいから、このコーナー。ちょっと。終了！そこも魅力的だなぁ。